まず、それが例えばセラミックヒーターみたいな硬いもので、はい、そいつが、セラミックヒーターがチューブを介してセラミックヒーターがあって、そこに例えばコップが、コップのガラスの固体のコップがあって、はい、ガラスのコップが上に乗ってて、はい、その中に水が入っているとした場合、はい、はい、例えばですね、この間は、はい、上から C です。熱伝導。あ、ここは熱伝導なんですか。はい、この間は固体が接してますよね。固体が接してるので、このヒーターの、はいはいはい、ヒーターの熱が、ヒーターの熱が、ビーカーの底まで熱が伝わるのはこの熱伝導になりますね。はい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 。ですけど、コップと水の、はい、コップところのコップの水の、ここは熱伝達で伝わるので、ああ、わかりました。で、そしたら表面体、流体の関係を言ってて、わかりました。あ、熱いところから冷たい方向に伝わってるっていうよりかは、もうそこの逃げ方のことを言ってるみたいな。はい。はい、この逃げ方ですね。この、これは大抵まあ、一般的に言うと温度が熱くても低くても同じなんですけど、一般的には冷却させるから耳とかも多分これではヒーターだから、まあ、ヒーターでここ冷えますよね。ここの温度、ここの温度が低いんですよ。だからこんな感じで、まあ、一般的にはこっちの方が、あ、はいはい、まあまあ、どっちかが熱いかどっちかが低いかなんだけれども、もう水や、これが水ですね。水と固体の間で熱が交換する場合は熱伝達になります。でその中でこっちの指標ですか。あ、そうか。だからもうそもそも熱さとかそういう問題はどうでもよくって、はい、単にそこの境界のところ、境面というかその、はい、そうですね、界面のところ、界面という言い方あれだけど、何なんだったら、そこの流体と接しているところにまさに注目したときに、はい、その熱抵抗、あ、わかりました、わかりました。あ、はい。いかがでしたね。